来たーというわけで反応をね見てみたいと思います。どういう反応してくれるかな。皆さんおはようございます、ももでーす。今日は1ヶ月ぶりに彼と会う約束をしているので、彼がねこんなメイクをやってほしいっていうのをね、この前会った時に言ってくれたんですよ。それがね赤リップのメイクが見たいって言われたんですよ、すいませんけど寝起きでマジで顔がむくんでてやだ本当に。なので今日は赤リップを使ったメイクをして、ちょっとびっくりさせちゃおうっていう、ね、反応を見たいと思います。じゃあまずメイクをしていくんですけど、日焼け止めはねもうすでにもう塗ってます。今日はね久々に&Bのファンシーラーを使っていこうかな。ファンシーラーのベージュとオレンジなんですけど、私はこのベージュとオレンジをミックスさせながら使います。とこの目のクマの部分ですね、ここと赤みが気になる鼻周りと、で今日赤リップをね塗るので口周りの口角のここら辺もしっかりとちょっとこれでカバーしていこうかな。吹き出物があるのでこれでカバーしていこう。で私はねこれをね指でポンポンポンとなじませていきます。でちょっとね私今レチノールを結構高い濃度のやつをお肌に入れてるので、若干皮むけだったりとか赤みがね結構気になってるので、ちょっと今ファンデーションを逆に塗っちゃうとすごい逆に乾燥してるような感じが目立っちゃうので、できるだけねあんまりファンデーションを重ねずに気になる部分だけカバーしていきます。パウダーはコスメデコルテのフェイスパウダーの11番のイルミナリーアイボリーを使っていきます。陶器肌には仕上げてくれるんですけど、パールが入ってるタイプのやつなのでちょっとだけツヤ肌に見せてくれます。私さ男性が好むメイクって、まあ、ナチュラルメイクで赤リップとかなんかあんまりイメージがなかったんですけど、なんで赤リップなのってちょっと聞いたんだよね確か。で聞いた時になんか赤リップってかっこいいってなんか言ってた、と思って、私今まで確かに言われてみればなんか赤リップをつけた自分を見せたことがないんですよ。なんかいつもなんか結構ねナチュラルめのメイクで合うことがすごく多いから、あんまりがっつりメイクしていかない合わないんですよね。そうだからすごいね赤リップをねつけてねメイクしてみてほしいって言われてびっくりした。赤リップつけてる女性好きなんだって。眉毛はフーミーのアイブロウパウダーのレディーモーブを使います。私はここの2色を主に使ってます。ごめんね眉毛はもう最近マジで参考にならない、ただパウダーを重ねてるだけだから。眉毛落としちゃったからさ、眉毛はそんなに綺麗に描かなくて良くなっちゃったから、ただ最近さなんか眉毛がちょっと濃いって言われるからどうなのかな、あんま重ねない方がいいのかな。私眉毛落としてるから逆にこんな重ねない方が自然だったりするのかな。確かに濃く見えるっちゃ見えるよね。まあそんな時は眉マスカラでごまかしちゃえばいいのさ。最近朝ね青汁飲むのよくでね、今日使うアイシャドウはリンメルのロイヤルヴィンテージアイズの14番のこのねオレンジブラウン系のカラーを使っていこうかなと思います。ただこういった赤リップを主役にする時のメイクはアイシャドウは多分ねシンプルの方がいいと思うので、このカラーを私はよくやるんですけど指にとってこのカラーをアイホール全体にポンポンとのせていきます。このリンメルのアイシャドウ私よく使ってるんですけど、これね単色使いでもねすごくね可愛く仕上がるんですよ。しかもナチュラルメイクの時とかもめちゃめちゃ便利です。すごいパールラメがギラギラ入ってるタイプじゃないので使いやすいですね。でね下まぶた全体にもこのアイシャドウをのせます。で、そしてこの濃いブラウンカラーとかを取って、この濃いブラウンをアイラインをちょっとこう引くような感じ、ラインをねちょっとこう乗せていくような感じでアイシャドウを重ねていきます。で、そして下まぶたの際の部分に濃いブラウンを重ねていきます。下まつげがね濃く見えるような感じ、こういう派手めの赤リップをするときはアイシャドウとかはあんまり重ねず超シンプルに仕上げちゃった方が私はなんかメイクがごちゃごちゃして見えないからいいと思うんですよね。今
配りまつげでしっかりこうカールさせて目元はパッチリ見せるっていう。でカールが落ちないようにエレガンスのマスカラ下地をね使っていきます。もうまつげパーマが取れかけてきてますね。で最近お気に入りのね韓国コスメブランドのミュードのこのボリュームアップマスカラを使っていきます。で下まつげにもマスカラを重ねていきます。続いてはこのケイトのジェルライナーのブラウンを使っていきます。私はもともとね垂れ目気味なのであんまりがっつり跳ねラインしちゃうとちょっとおかしいので軽く気持ち跳ね上げ目尻側だけ跳ね上げにします。赤リップ使う時ってなんか垂れ目とかよりちょっとこうつったような目の方がいいよね。なんか合うよね。なんかデートメイクの時と真逆のメイクをしてますねいつも。でちょっと涙袋の影は私は欲しいので涙袋の影は薄く描きます。はい、まあ、このねアイメイクでも十分いいんですけどこのグリッターを使いたくってサッシーがプロデュースしているリデミューのピックミーアイズグリッターの03番のティーチミーを使っていきます。このグリッターを目の下にちょっとのせて目元をうるうるに見せたいんですね。こんな感じでめちゃめちゃ可愛いこのグリッター。はい、こんな感じでねアイメイクは完成したいと思います。今日は本当にめちゃめちゃシンプルに仕上げました。今日はシェーディングもしっかり入れていこうかな。ペリペラのインクブーシェーディングのアーモンドブラウンを使っていきます。シェーディングはいつも通りなんですけど鼻の付け根の部分はしっかりと私は入れます。いつもで鼻先にも入れて下ねちょっと唇がぶっくり見えるように。待って今日やばい顔すごいむくんでる。会う時にはむくみ取れてるかな。半端じゃないぐらい顔むくんでるんですけどパンパンなんだけど顔がなんか会う頃にはむくみが引いてるといいんですけどこれはちょっとやばくないか。私だいたいね朝起きてすぐメイクしたらだいたい基本的にもう顔むくんでるんですよねいつも。今日ハイライトはねこれ中国コスメブランドなんですけど後ろがねこんな感じで書いてあるんですけどなんて読むのかわかんない本当にこれがけど私がこれ使ってて汚いんですけどパール系のハイライトでこんな感じですっごい綺麗なハイライトなんです。これをハイライトとしてちょっと使いたい。ちょっとハイライトでお肌にねツヤ感を出していきます。目頭のここにハイライト入れると超透明感出るからここに絶対私はいつもハイライト入れます。今日は中古を塗る前にリップ塗っていきます。ビセリシェのリップスティックで色は01番ですね。見てマジで真っ赤なの。このねあのリップの色味は彼が選んでくれたリップなので、はい、この色がね好きみたいです。これちょっと塗っていきます。全然塗らないからさ。で私このビセのリップすごい好きでリップクリームみたいな感じでこう柔らかいからすごいね塗りやすくて好きです。このリップの部分も細くてねちょっとバーって塗っちゃって一回リップブラシとかでぼかしていきます。やばめっちゃ真っ赤なんだけどてかすっごい久々につけたこんな真っ赤なリップ。でもさ赤いってリップがめっちゃ顔白く見えるねすごく。んなんかさチークのせなくてもいいね。ちょっとだけ薄くのせようかな。とのムーンショットのエアブラッシャーのブリーズフィックっていうカラーをのせていきます。でもねチークはマジで薄くていいかも。ちょっと血色感が出るかなぐらいの方がなんかいい気がする。あんまのせちゃうとなんかすごい全部に色が集中しそうなんで今日めっちゃ天気いい本当に。はい、というわけでメイクがね完成したのでちょっと髪の毛ボサボサですけど一旦ちょっと着替えてきます。はい、というわけで着替えてきました。やっぱ赤リップに合うのは黒い洋服かなと思ったので黒いトップスに今日はねベレー帽とかもかぶってみました。どうせねこの後美容室行くからちょっと髪の毛はもうちょっとこのままにしておいて後でセットするのでいいとしてまあねこんな感じでメイクができたので1ヶ月ぶりに会うのでねめちゃめちゃ楽しみですね。どんな反応をしてくれるのか果たしてちゃんと気づいてくれるのかっていうのをねまた後で動画を回したいと思いますので楽しみにしていてください。というわけでじゃあ
行ってきます。はい、というわけで、ちょっともうすごい暗くなっちゃって夜になっちゃったんですけど、ちょっと今から彼に会うので、今多分ね来ると思う。あ、来たー。というわけで反応をね見てみたいと思います。どういう反応してくれるかな。お疲れ。お疲れ。めっちゃおしゃれやん。ありがとう。俺もう寝巻きに変えて。いいよ全然。今日の変化、変化綺麗。普通に違う。ん、それじゃない。ん、変化。うん、変化、変わった場所。あ、やった。リップ。うーん、当たり。似合ってるよ。ありがとう。気づいてくれるかなと思って動画を撮ってたはず。ありがとう。ちょっと寒いけど。寒いね。今日は久々に会うからちょっと前回買ってくれたから、だからそれをつけてきたの。うん、綺麗だよ。ありがとう。当たり前か。普通にこの色は色としても好きだし、うん、なんかなんやろね、モモが今してるから、うん、余計好きだ。ありがとう。とか言って真っ暗でさ、今 夜でさ、夜すぎて真っ暗で全然映ってないんだけど、まあそんな感じでした。ごめんなさいね、全然めっちゃ見えないけど。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。真っ暗だー。